今日のワンポイントレッスンということで、まあ、今日は右手の、使い方ですね。僕はもう常日頃動画でもですね、この右手の使い方がもう本当にサウンドを左右するっていうような話をずっとしてきたんですけれども、今日もですね、特に、質問で多くある、どうしたら綺麗な音で弾けるんですかとか、歯切れのいいストロークができるようになるんですかっていう本当に質問が多いです。で、ストロークに関してやっぱり右手の振りっていうものがすごい大事なんですけれども、まあ、そういう質問をしてくる人に限ってやっぱ右手の動きを見てるとですね、やっぱ気になる部分がとっても多いので、今日はその辺について、お答えをしていこうかなと思っております。最後まで動画をご覧いただけたら嬉しいです。はい、ということで、右手のストロークなんですけれども、僕の右手の考え方なんですけれども、これは人それぞれね考え方もあるし、全員が全員そうではないと思うんですけれども、やっぱりね右手の、動きっていうものがすっごい大事なんですよ、ギターって。で、歯切れのいいサウンドを出す場合とか、音抜けがいい抜けのいい音を出すってなった時にどうすればいいのかっていうと、右手をとにかく大きく振るっていうことがすっごい大事だと思ってます。で、やっぱりあまり音が伸びないなとか、歯切れが悪いなって人ってどうしてもちっちゃいんですよ、ピッキングが。ここだけちょっと撫でるような感じ、本当に撫でるような感じで弾く人っていうのが大体歯切れが悪いし抜けてこないんですよ、音が。で、いろんなアーティスト、海外のアーティスト、日本の、ギタリスト、アーティスト、いろいろ僕研究してきたんですけど、やっぱりかっこいいサウンドを出す、特にプロですよね、プロの人って何が違うかっていうと、やっぱ右手の振りがめちゃくちゃでかいんですよ、特に海外の方とか。でもうガシガシロックで弾いていくっていうことであれば、本当に4番ぐらいギターのボディぐらいの、これぐらい大きいサウンドを、出すイメージが本当力ずくでやるんではなくて、しっかり腕を大きく振ってあげる。カッティングもそうですよね。本当に生音でもでっかい音が聞こえるなっていうくらい大きくまず振ってあげるトレーニングをぜひしてほしいかなと思います。なのでいろんな曲をコピーしている方々いっぱいいると思うんですけれども、やっぱりまず右手の振りを大きくするっていう意識をまず持ってみるといいと思います。練習方法としては、このももこうやって当てるようなイメージ、あとはギターのボディと同じぐらいの幅を振るイメージでやる。これアコギとか言ったら、もうアコギもまさにそうですよね。やっぱりこれぐらい大きく、まずもうギター自身を鳴らしてあげないと大きい音って絶対出ないんですよ。大きい音っていうか綺麗な音、ギター本来が持っている、潜在能力として、ギター自体のポテンシャルっていうのを絶対引き出せなくなると思います。大きく振れば小さく振る、ボリュームを下げるということもできるんですけど、その逆ってやっぱ難しいんですよ。やっぱ小さく弾いてて大きくするっていうことは難しいんですけれども、大きくしているものを小さくしていくってことは、結構できたりするので、ぜひ、右手を大きく振るということを常に意識して弾いてみてほしいかなと思います。やっぱ単音カッティングとかもさ、単音カッティングの曲とかも、これぐらい大きく振ってあげる。これをちっちゃく弾いちゃうと、ドライブ感全然違いますよね。感を出してあげる。で、これに慣れてきたら、ボリュームをちっちゃくしていったり、ボリュームを上げていったりっていうようなトレーニングをしていってほしいなと思います。
まあ、これもダイナミクスの話につながってくると思うんですけれども、右手の振りを大きくできるようになってから小さくするとかダイナミクスの変化をつけてみるっていうようなトレーニングをやってみるといいかなと思います。ということで、今日のワンポイントアドバイス、ワンポイントレッスンは右手の手の振りをなるべく大きく、することを心がけましょうというようなワンポイントレッスンでした。なのでぜひ右手はとにかく大きく、もう絶対ちっちゃくならない、絶対ちっちゃくならない、絶対ちっちゃくならない、このギターのボディぐらい大きく振るということをぜひ意識して弾いてみてください。最初はミスト音とか出てもいいんですよ、他の弦の音が鳴っちゃってもいいので、まず右手を本当にガシガシ強く弾く、ということをぜひ意識してもらえれば、だんだん、ミュートも慣れてきて、右手のこのピッキングというかこのブラッシングのこのドライブ感っていうものがどんどん出てくるようになると思います。はい、ということで、今日は、動画は以上となります。今日の動画がですね、少しでも、勉強になったと思ったらぜひいいねボタンと、高評価ボタンを押していただければと思います。あとは引き続きこのようなね、ワンポイントレッスン、ビログを見ていきたい、という方はぜひねチャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。今日のエピソードはこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。 Yeah!